はいどうもお疲れ様です今回も気になる男シリーズあと残り20話もないですねまあ、ですねこれリレーしてますんで、まあ、私がねお届けするのもあと10回ということになります、まあ、この10回でね YouTube の稼げるエッセンスをどん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 お伝えしていこうと思うんですけども今回はなるべく短期間で稼げるようになりたい人に向けてのメッセージになります いくつかの稼げるヒントをお届けしますんでしっかりと最後までご覧くださいえちなみにね今ね、あのー、こちらの方で AI アートの方を貼り付けさせてもらってますけどもこれなんでこれをやってるのかね後で理由はお話ししますんでえこれも合わせて、えー、お楽しみくださいでは次の画像ですえー、これね検索ワードでね「大草原の小さな家」と入れると上から3つ目に私の動画がね出るんですよ まあ今は3つ目ですけどもたまにね1つ目になったり2つ目になったりまあ要するにこの「大草原の小さな家」っていうキーワードで検索すると、まあ、私の動画が常に再生されるってことになるんですよもう5年前作った動画なんですけども今は6.3万回視聴になってるでしょこれロングテールって言ってもう必ずね一定期間に再生される回数がもう決まってるっていうか決まってきたやつなんですよねでしかもねこれライバルがいないんですよ まあ、いわゆる「大草原の小さな絵」の公式の動画っていうのは結構ありますけどもそれ以外個人で上げてる動画特にねあのこの映画を見た感想の動画っていうのは私のしかないんですよねで、えー、今回は「大草原の小さな絵」208話もあるんですけども全体の感想を動画にしてるのがこの下の,あの一番下のやつなんですけどもこれをね1話ずつやるとさらにアクセスは伸びていくだろうなと思いながら1話ずつはまだ撮ってないってやつなんですよね、えー、つまりね 映画をを見ななががら感想を言うととそれがアクセスになると、まあ、しかもどれもこれもでいいわけではなくだて大体ね1980年代とかですかあの辺がかなりアナバマみたいですよ新規で動画は上がってこないしでしかも検索する人はいるっていうバランスです、まあ、要するに今50代とか60代の人がね YouTube でこんな感想動画たくさんあげますかっていうとあげないんですよで、えー、10代や20代の人がこんな映画知ってますかって言ったら知らないんですよでも どっかにあの映画のヒントないかなみたいな感じで検索する50代60代は圧倒的に言うっていうねえー、供給者は少なくって求めてる人はたくさんいるっていうねこのバランスですよねまあ、ですんで1970年代から80年代までのテレビドラマでまあ、日本でも放送されたやつをね探してみるといいんじゃないかなと思いますまあ、俺たち賞金稼ぎフォールガイとかね、えー、俺がハマーだみたいなのは穴場かと思いますよ ちょっと今2つキーワードを言いましたけどもねも、えー、の物に覚えがある方はやってみるといいと思います、えー、次ですね、はい、今回はね誰でもできるやつですウグイスパンで検索するとなんと再生数は少ないのに私の動画が出てくるんですよで一番上にウグイスパントップがありますけどもこれも再生数少ないんですよウグイスパンで動画を撮る人ってあんまりいないんですよね だから穴場になってますちなみにこのウグイスパンを食べる動画からそっか塾の塾生さんが何名か生まれてるんですよどういうわけかわかんないんですけどもウグイスパンで検索したんでしょうねで私の動画に行き着いたんでしょうねで他の動画を見たんでしょうね <laughs> その結果お問い合わせ入塾それから他の商品が売れるということもありますしなかなかね面白い切り口でしょウグイスパン、まあ、ですがカレーパンとかでもいいんじゃないですか試したことないですけどてか試したことないでしょ だからこういういにね日常に溢れている商品でもちゃんとアクセス取れるんでただぼーっと菓子パン食べたりとかねコーラ飲むんじゃなくってちゃんとそれも動画にしていけばいいんじゃないですかってことなんですよなんか手間かかりますかねこれはいじゃあ次いきましょうか次はねこれですねこれはちょっとテクニカルを使ってます「やおいじゅん七」というふうな検索ワードで検索すると私のこの UFO 特集シリーズがブワーッて出てくるんですよ ね、ただね「八百井純一っていう名前でわざわざ検索する人は多分いないと思うんですよねじゃあなんでこの「八百井純一っていうキーワードを置いたかっていうと実はね「八百井純一」っていうあの UFO とか宇宙人で有名な UFO ディレクターがいるんですよ日本テレビがどっかのねもう今はかなり70代とかになっちゃって新しいテレビは作ってないんですけどもかつて一世を風靡してね宇宙人の番組をたくさん作った人がいるんですよね もうね、宇宙人 UFO といえばこの人以外にはいないだろうっていうぐらいむちゃくちゃ UFO スペシャルとかね 11PM の、うん、水曜スペシャル UFO 特番とかねそれから2時間版の木曜スペシャル土曜スペシャルさまざまなものを作ってきましたでこの八尾井潤一という方の名前の1文字ちょっと変えて八尾井潤七にしてるのはタイプミスによる検索ワードの流入を狙ってるんですよでそのタイプミスかどうか分かりませんけども多分タイプミスもあるんでしょうね 私のところにアクセスがあの錯誤で流れ込んできているのがこれです、えー、上から順番に1.1万回それが2746回3つ目が1万回とでこういうふうにね、えー、なだれ込んでくる動画を狙うこのアクセスを狙うっていう方法もありますよってことなんですよじゃ本家本元の八尾純一さんはどんな動画なのかなってことで、えー、八尾純一で検索するとこれがパワーワードになってるんですよねここにはものすごくアクセスを集める力がある八尾純一 だからちょっと間違えてやうい1にしてみたりとか他に UFO スペシャルの放送してる人がないかなと思ってちょっと興味がある方が検索すると先ほどの私の方が出てくるっていう形ですよね、まあ、ですんでキーワード真っ向じゃなくてもちょっと外したキーワードでも検索をおこぼれに預かることができるってことですねはいいかがでしょうかねじゃあ次行きましょうかはいあの検索ワード YouTube で稼ぐなんていうのはどうですかね YouTube で稼ぎたいっていうテーマで今回お話してますけども YouTube で稼ぎたい人がこのキーワードで検索するとあの両学長っていうのが出てきますね一番上さすがですね、まあ、この人は SEO 対策もしてキーワードもちゃんと埋め込んでるんでトップに出てるしかもその上でアクセスの高い動画を量産してるんでこれはねトップに上がってもしょうがないかなと思いますで上から2つ目なんですけどもこれは私知らなかったんですけども X ショーって方ですねこの方も同じようにこの YouTube でアクセスを取れるように えー、身のあるコンテンテツをお届けしてますね素晴らしいと思いますそれぞれ1年前5ヶ月前ということになってます人気の動画はこういうふうに数ヶ月前にもう上げられてるんですねで、えっと、3つ目我らが覆面 YouTuber タカさんがいますね13分前ってことなんですけども、うん、この YouTube で稼ぐっていうキーワードがちゃんと埋め込まれてるのとあとねすごく大事なのが実は YouTube って新規の動画が検索のトップに上がる仕組みになってるんですよ でですんで13分前はこの高さんのゼロ視聴の動画がトップに上がったはずですでそのうちにだんだんと両学長の動画があのこの13分の間にね再生されたりとかその X 視聴の方の動画も再生されたりとかで再生数で負けてきてで1回も視聴されてない高さんの動画ちょっとズルズルと下の方に下がってきたでもね見つけてもらいやすいあれでしょ位置にいるでしょ、うん、だからこれがチャンスをつかむ動画なんですよ でで稼ぐっていうテーマで動画を撮るとトップに上がりやすくなってますなんせ最近動画上げてる人はね5か月前1年前っていうのがトップのワンツーですから他にも今日中に上げた人っていると思いますけどもとりあえずはねタカさんの量産者動画勝ち目があるということですねだこういうふうな YouTube で稼ぐという、えー、キーワード以外にもね、まあ、例えば弁護士で稼ぐとかね 予備校で稼ぐとかねうんなんかこう出会い系サイトで稼ぐとかねさまざまなキーワードで動画を作っていただくと自分の得意分野でね、えー、検索されやすいものは見つけやすいんじゃないかなと思いますけどねはいじゃあ次行ってみましょうか次はねこれですねはい次の検索ワードですけども YouTube を編集したりこねくり回して作る方で BGM ねいい感じのつけたいなと思う人著作権の問題があるでしょ だからヒットソングを埋め込んだら途端に収益は剥奪されますし場合によってはあの訴訟をされますんでね要注意ですだから YouTube で使える音楽っていうのを多くの人が活用してますしかも活用するだけじゃなくてこんな YouTube の動画を使ってますよこれは著作権大丈夫ですよみたいなのを紹介してる人がいるんですよ実はこのね YouTube で使える音楽を紹介してる人の動画のアクセスも結構高いんですよね 上から順番にこういうふうにありますけどもあ3つ目上から3つ目のね、えー、このマスター D って方は私もよく見るんですけども YouTube マスター D って方ですね BGM の選び方をおすすめ音楽サイトってありますまだこの動画は見てませんけども要するにこの動画に、えー、アクセスしていただいた方にはあの YouTube で使える音楽のサイトを紹介しますよって形でこのサイトをいろいろ紹介してくれるんですよね うん、だからなんかこう紹介する動画ってやつなんですよ動画そのものを紹介するんじゃなくて音楽そのものを紹介するんじゃなくてここにアクセスしたらいい感じのが使えますよって感じでね、えー、上の方には5つ厳選とかね20個選んでますよとかこういうふうにあの数を指定して数字でこんだけすごいサイトがあるよってやると見やすいし、えーまあ、時間的にもまとまりやすいかなってことですよね。 で真ん中にあるのはね BGM20 点ってありますけどもこれ音楽をまともに1時間超流してるんですよねこれねうんだからこれをブックマークしてもらって使えそうな音楽を切り取ってくださいってことなんだろうなと思いますだからね検索ワード YouTube で使える音楽というふうにこれもバリエーションを考えていけばさまざまなアクセスを呼び込むような素材サイトになるんじゃないかなと思いますということでねもう一個いってみましょうかうんとこれですね はいえー、似たようなやつで YouTube で使える画像ってやつですよやっぱ画像もね著作権があるんであれこれ勝手に切り取って使っていいもんではないんですよですんでこれだったら YouTube で使ってもいいですよっていうようなイメージ画像がたくさんありますんで、えー、それを YouTuber は使うことになりますしかもねそれをね紹介する YouTuber っていうのがいるわけですよ <laughs> 上から順番見に、えー、と写真とか動画素材のフリーダウンロードサイト8 0ということでね多分この一番上の動画を見れば 動画とか画像がサクサクと手に入るのでもう自分で撮影に行かなくてもいいよねってことなんですよねうんただまあ難点はね難点はなぜかね外国人ばっかりが出てるんですよだからちょっとねうん自分の使う動画にはマッチしないかなって人もいるかもしれません、はい、で2つ目ですけどもフリー画像サイト参戦ってのがねありますよねこれもまあ,あなかなかのアクセスを取ってるわけですけどもリピートして見られるでしょうねこれからもねでこれには有名なイラスト屋っていうやつも紹介されてると思われます ちょっとこの動画見たことないんですけども。それから3つ目、著作権フリー無料素材サイトまとめてあります。これもなんかわかりやすいタイトルですよね。えー、木村省吾さんって方が紹介されてますけども、こういうふうな感じでね、YouTube でこれだったら使ってもいいんじゃないのっていうふうな画像を紹介するサイトをいくつか紹介するというふうなのも、えーまあ、こういうふうなね、動画、アクセスが見込める動画になります。で当然こういった アクセスを集めた動画からはやっぱ広告収入も入りやすいですしそれからねもっともっと YouTube のことが知りたい方はぜひね私の YouTube 動画これからも見てくださいねって感じでチャンネル登録を呼びかけたりとかしまいにはね自分のコンテンツを販売するっていう経路も引きやすいよってことになりますよろしかったですかねここで一旦区切りをつけましょうかまあこういうふうなねいろんな YouTube を引用して でで稼げるるヒントっていうのを集めれるわけけなんですけども、まあ、今ね画像の話が出ましたんで今回はね気になるとこシリーズまとめとして、えー、画像をこういったところからじゃなくてオリジナルで、えー、思うように作りたいなって方向けのちょっとねお話をちょっとだけしようかと思います一つはねロケーションですあれこれちょっと大きくなっちゃったな えー、すまません失礼しました、まあ、これは言うまでもなく、まあ、私の写真なんですけどもこれ1人で撮影するんですよね、うん、で、えーまあ、お寺があってそこに立っている私のイメージなんですけども一応服はねカンフー用の服を着てるわけなんですけどもちょっとイメージあるでしょでこういうふうな感じで、まあ、後ろに鉄塔が映ってるのがねやらせないんですけどもあの軽自動車も誰かのが止まってるんでねちょっと画像としてはいまいちなんですけどもでもこういうふうにして あのちょっとした時に写真を撮ってねそれを素材で使えるってこともあるんですよこれね写真を撮るのが趣味な方っていうのは YouTube がますます楽しくなるんでまあロケーションとかを活用するとよろしいかと思いますはいじゃあ次の画像いきましょうかはいこれもちょっとサイズ変更しなきゃなりませんねはい、えー、こういうふうにお見せしますこれはまあ私の部屋の中で撮った写真ですけどもポージングもね自分で考えてるんですよ うんまあ、こういうふうにね使いそうな画像を撮っておくこれも一瞬で撮れるでしょ出かける必要もないですし、まあ、こういうのをねいろいろと取りだめておくと YouTube のサムネイルとかにすごく活用できるよってことですよね、まあ、その他これからねお正月来ますよね例えばお正月に、まあ、こういうものを着る人はあまりいないと思いますけどもまあ隠居ならではこういう服を着てね床の場で写っていると。 こういう写真を一回撮っておくと、まあ、結構ね、末永く使えるよってことですよね。えー、その他ですね。まだまだ、あと二枚ぐらい紹介しますので、お付き合いください。まあ、これは、あの、武術のトレーニングをしているところですけども、一応ストップモーションで写真を撮っておくと。あこの人はこういうことをしている人なんだなって、わかりやすいでしょうん、だから、この体鍛える系とかね。武術系とか、それから映画紹介ですね。 あの香港の映画とかを紹介するときにサムネイルに使ったりとかできるってことになります、まあ、こういうふうにして他の人が撮らないような写真でアクセスを呼び込むっていうのも一つのテクニックですねではもう一ついきましょうかはい私の写真ばかりで恐縮ですけども下から見上げてる構図ですよねこれもちょっと引きになるとこういうふうなイメージが変わります ちょっっと車も写ってるわけなんですよ。だからこれにはいろんなイメージがあって旅のサムネイルでもいいですし車を紹介するサムネイルでもいいですしまたねあの青空を,を紹介するものでもいいですしね、えー、朝日っていうテーマでもいいと思います。左側には朝日が映って放射状に光が幻想的にね広がってますよねであと空の雲の形も素敵ですよねあのちなみにこれね撮影をテーマにしたサムネイルとしても使えますね まあこういうふうにしてね1枚の画像からさまざまな方向に伸びていくイメージさせるってことができますはいじゃあおまけでですねあと2枚著作権フリーにする方法をお届けしようかと思いますそれが最近まあはりだしたと言いますかねあの精度を増した AI アートってやつなんですけどもこれはね AI アートを作るソフトで、えー、描いてるんでワンクリックでポンなんですよでこれが何が言いたいかっていうともともとは著作権に守られた画像を使ってるってことですよ まあ、例えば誰かの写真集を持ってきますでその写真集からもしくはサイトから引っ張ってきた画像を使うと著作権で、えー、一発アウトになりますよねでもこれをね AI でアート化することによってオリジナル作品に変わるんですよでこういうふうになってるってことなんですよだからこれ元の画像著作権が誰か分かんないでしょ分かんないけどもともとは著作権に守られた歴とした有料の販売物出版物なんですよ 手元にある漫画雑誌とかね写真集とか、うん、場合によってはパンフレット全部がこうやって、えー、アート化できるというかねあの変換して自分のオリジナルの著作物になるってことですよれっきとしたね、はい、あちなみにこれに NFT を埋め込むと <laughs> さらに転売した時に利益が出る可能性があるよってことなんでそれはまた別の機会にお話ししましょうで最後にもう一枚だけね紹介しておきます えまたね、まあ、可愛いらしい女の子の写真が出てきましたけどもこれももともとは著作権を他の人が有する肖像権に守られたものですでもこうやってアート化することによってもともとは誰のものなのか分かんなくなるというね、えー、ちなみにこれは私のものになるってことなんですけどもこれはね例えばですけどもまあ極端な話ね昔知り合いだった人の写真を持ってきてアート化してもその瞬間オリジナルになるってことなんですよ。 ですんで、す、まあ、思いい出がまた使えるというね、そんなことにもなりますしもしかしたらあなたの画像もいつの間にかこねくり回したアートとしてどっかでね高値で取引されてるかもしれないよってことになりますね <laughs> はいえー、ということでね、えー、オチになりますオチはこれです最初の画像に戻るでしょですのでもともとはこれねあの右側に写ってるこの画像も全く違うスタイルで全く違うこれジャージなんて汚いわけですよ それがアート化するるここことととににによってて勝手錯、えー、しううういいななな形りんですよだから細かいデッサンとかねちょっとね私的にもこれ違うんじゃないかなと思いますし多分こういった画像を作られてる方にしてみたらもうガタガタじゃんこれみたいになってると思いますけどもまあでもね畳には一瞬だけ見るに関しましてはあんまり気にしなくていいのかなと思いますんで、えー、こういったものも使いながら YouTube で短期間で稼げるようなね人目を引くようなアクセスを取れるような、まあ、そういったビジュアルを身につけていただければなと思いますえっ、ー、とねこれね本当にね数か月前から比べると極端に簡単になってますよ人目を引く画像とか人目を引く動画を作るのがだから今あのブースター競争になっていると思います誰々だらだらと今までのやり方を続けている人と新しく開発されたテクノロジーをもう即座に取り入れてやっていく人とね でちなみにこのアート変換っていうのは今ね有料なんですよほとんどの場面でだからこそやるんですよ有料のやつをだってとりあえず無料でやりたいわけででしょ無料でやりたい人がちまちまとろとろしてる間に有料でやることによって有料って言っても、ね、年間ね2000とか3000ですからね高くても1万とか2万なんで,でそれによって圧倒的に距離を詰めておけるんだったらあすごく有利だと思いますよね まあだから新しいテクノロジーってのはすぐ使った方がいい。そしてすぐ使いこなす方がいい。そして使いこなしたらすぐにそれを人に教えていくってことなんですよ。そうすると、例えばね、AI アートの使い方みたいな講座で利益を出すこともできるってことが今回、YouTube で短期間で稼ぎたいよって人に対するメッセージになります。えー、今回の動画さね、様々な稼ぐヒントをお届けしたんですけども、まだね、あのはっきりとわかんない方もいると思いますんで、そういう方はね、えー、ぜひね、YouTube 講座今度ありますんで、いつまでですか ?20 日ですか 20日の21時からあ覆面 YouTuber のタカさんと一緒にやりますんでね2人の稼いでる YouTuber がしかも家族を支えてる YouTuber が2人揃いますんでねすごくいい機会だと思います、えー、月収でいきなり100万とは言いませんけどもとりあえず3万5万10万ぐらいを当てていきたいなーって方はご覧いただければと思いますそれでは今回は以上ですお疲れ様でした